取れてる。どうも左右対称です。あれ曲、あ、よかったよかったよかったループになってて、無音はちょっと怖いね。というわけで今回やるゲームはシルエットから答えを連想しようっていうゲーム名ではないと思うんだけどね。まあ多分なんかそんな感じのやつ。あ、ちょっと待って、始まっちゃった。始まっちゃって広告が出ちゃった。これ面白そう。アインストールじゃないインストール。おい、シルエットクイズっつってんだから出てくんなよ。出てきても誰だよ。スタート。さあちょっと楽しみだね。どんな感じ。頭脳は大人。頭脳は大人って答えじゃね、もうそれ。お前そのまますぎるだろ。コナン。あ、よかったよかった。何下の。俺こういうさ、なんかなんつうのかな、見えちゃいけない部分が見えちゃったみたいな、そういうやつをこう拡散しようとするやつ、本当に俺あんま好きじゃないんだよね。後で見よう。嘘嘘、見ない見ない見ない。消えろ。何何何何何。正解おめでとうが霞みすぎてる。さすがに比率がおかしい。それは姿は見せてくれないんだね。権利的なね。年齢は1302歳は正直言って俺あんま分かんないよ。そうなんだ。逆にそうなんだ。逆に1302歳なんだお前。別の部分になんかスポット当たっちゃったよね。はい、トトロ。分かりやすいね正解。もうその広告やめろマジで。あんまり。ソリティア。すごい突然ソリティア押すね。突然シンプルなゲーム押すね。いやこのゲームもシンプルだけどさ、メイと初めて会った時の第一声はドゥドゥル。雑魚モンスター。悪口かよお前。よくないぞあんま悪口。わかりやすいな。ここら辺ちょっと飛ばす。わかりやすすぎて逆に引っ掛けなんじゃない。ストレートに合ってる。ちょっと待って、正解って出す前にこの広告がね出ちゃうっていうね。それはちょっとね悔しいね。なんかもうヒントというか題名見なくてもわかるね。もうなんか予測変換で答えが出ちゃうんだけど。実感のなさがすごい。はいはい、どんどんいこう。もうね、いよいよ出したねこの広告。遊べちゃうここで。もう別のゲーム始まっちゃったよ。やめてやめて、今度やるから。これはあれだよね。チョコボじゃない。キョロちゃん。キョロちゃん。当てた当てた。なんかこのアニメすごいね、斬新だったんだよね。なんか元ネタはお菓子だと思うんだけど、アニメ化されてて、なんか結構ね、不思議な感じだったイメージがある。優れた運動能力と戦闘能力を持つ。お前、適当すぎるだろ、説明が。全てのものに言えるわ。次は双子の兄。うおー、波平の双子の兄、波助だったっけな。悔しい。なんか惜しいとか言ってくれるの。波助、波、違うわ、わかんないマジだよ。何助だ。何助とは限らん。何助とは限んないけど、なんかね助な気がすんだよね。髪の毛2本だから2。米助。惜しくないでしょ実は。助が合ってんのかな。惜しいんだ。惜しいんだね。今のでも一応惜しいんだね。もうそもそも答えを知らないから、問題に負けたわけじゃないから、そもそも答えを知らないから予想しようがない。動画を見る。動画を見るって何。海兵。海兵なの。へえ。いやこの答えはさ、答えを知らないからな。なるほどね。まあ波に対して海なんだね。なるほどなるほどってなっちゃうわ普通に。というわけで突然別のゲーム。いや別のゲームだけど、そのなんか似たスタイルというか、なんかこうちょっとしたこうデザインからどのキャラクターかってのこう予想というか当てる、なんかシルエットクイズと似てるような感じだったから、合わせてやっていきたいなと。なんかもう似たような感じだから、飲み込みが早いというか分かりやすいというかね。じゃあスタート。ピローンって。なんだ。でもこれ斬新だよね。なんかさっきと一緒だな。さっきと。出題というか問題が一緒だな。でも、ちょ、やめて。なんか戦い始まっちゃった。すごいポップな BGM になんかすごい戦い始まっちゃった。俺こういうゲーム好きなんだよね。でも、そのなんか、こう、動けないんだけど、ゾンビとかこう襲ってくるやつを使う。あいつらはいつまで撃たないんだ。銃持ってゼロ距離まで近寄ってくるぞ、こいつら。何目的？でもこれさっきのと答え一緒だから、まあ、ある意味さっきの続きみたいな感じでできるわけね。じゃあちょっと、ここら辺は先に解いとこうか。辛口コメント。辛口コメント。いや、これはわからん。これはわからん。なになんか、乳首見えてない？なんだ？高校では木村拓哉と同級生。マツコ・デラックス？いやでもギリギリだな。これわかんないな。これで合ってたらこれでおしまいにしようか。マツコ・デラックス、やったやった。いや、これ嬉しい。これは嬉しい。で、最後になんかマツコ・デラックスのなんか説明というか一言見て終わりたいな。実は高校時代、キムタクと同級生。でも結構この話は聞いたことあるな。いや、むしろヒントで分かったな。シルエットでは分からんわ。うん、シルエットだってさ、無理があるよね、さすがに。いや、体型を多分ね、高さで表してんだけど、いや、それ以外人間だもんね、普通に。そこ以外の情報がもう人間。あ、でもあれか、胸元がこう開いてる服着てるよね、いつも。で、乳首じゃないんだね、あれ。多分手なんだね。こう手が内側に来てるよってのを言いたいんだね。いや、これはなんか、トリッキーだな。まあね、なんとか25問目まで、たどり着けたので、まあここまでにしようか。まあ他にはどんな問題があるんだろうね。どれぐらいのボリュームかってのはちょっと見ておきたいな。あ、結構解いてきたな。解けないのもあったけどね。うわ、でも結構多いな。あ、でも、あれだな。やっぱシルエットクイズと違って、この、なんか四角くなってるやつの方がちょっと問題数は少なめだね。全部で50問。頑張ればゴールまでいけそうだな。はい、というわけで、四角いクイズ、四角クイズ。なんか斬新だね。なんか脳みそにいい気がする。アハ体験的なものを感じるね。うん。じゃあというわけで、まあ、今回はね、顔出しなしでなんかなんつうの、いつものスタイルというか、まあ、昔ながらのスタイルでやってみたけど、まあね、なんか定期的にというかうまい具合に顔出しありと、顔出ししないやつをこうね使い分けていきたいなと、うん、でなんかね、こっちもやっぱこっちでやりやすいね、うん、というわけで、以上アプリ実況続くおしまい。また始めちった。なんかまたなんか癖で始めちった。おしまいって言いながらボタンを押すっていうね、スタート。謎の行動。